えー、それではですね、数十年前に、日本書、寸大日本史謀師で全国一位を取ったことがある、えー、医師があ、ね、解説する歴史ですけど、まあ、最終的にこの黒先生の本、うんねえー、読んでいこうとこれ文化の一章を書いてる本なんですけども、えー、それを理解するために、まあうんね、この藤巻先生の本とかを引用しながら、ちょっとね、えー、歴史をちょっと学んでいこうと。 ね、今「真言立刀川流」のとこをね、えー、学んでいこうと思ってその予備知識としてですね真、えー、言立刀川流の予備知識として、えー、この間から「独、え、狼、ー、本尊」っていうのをね、えー、ちょっとお,お話ししてきましたよねだから稲荷とね、えー、古墳が結びついて、えー、それがまあ読老伝説死へのね維譜というのがあそういう伝説になってだから稲荷と古墳っていうのはここでもね ちょっとグーグル「稲荷と古墳」って調べるともうこんだけたくさんね古墳全国各地にね古墳文化と稲荷が結びつくような、ね、もう名前が付いてるものがあるとだからそういう形ではねドクロ文化はね意外ってシエトの恐怖っていうのが結びついた ドクロ前世とと結びついたといたうことになりますでそれがですねえなぜダッキーニと結びついたかっていうとえダッキーニっていうのはインドのねヒンズ教のダッキーニっていうね神から来てるんだけどこのそのダッキーニがえーシダリンってインドのシダリンっていうて墓場ですくってその死体をねえ食べるという。 えー、女神やったんやけどもそれを大黒天ね大日如来の化身である大黒天が改心させて、ね、で「抱き二天」えー、という、えー、女神に変わったと。でだからこれも、えー、その死意ということと深く結びついた女神であって狐とも結びついたと、うん、いうことになりますよね。これが 狐と結びついた滝にてその狐と結びついて滝にてダキニテンっていうのは女神でありですねえっと稲荷とも結びついてねここが伏見稲荷なんだけど伏見稲荷のね各峰々にはこんだけ女神がね仏教ではそんなに女神ってないけどたくさんの女神が待るだからその滝にをはじめとする女神信仰があるね あったとでその女神信仰のその、えー、源泉利益のも、ねえー、元は何かあというと、えー、それが源泉っていうのがこの如意宝珠玉ですよね玉、うん、如意宝珠だったと。で、えー、如意宝珠っていうのはそういう、えー、ここにもね、えー、持ってますけども、えー、ここ、ね、如意宝珠。 だから如意宝珠っていうのはもともと力のかなえるためだから如意輪感度っていうのは全ての力をか、ね、なえる如意宝珠を持った感音と言われてるこういう如意宝珠が力の源泉やったとういうことになりますよね。でその如意宝珠ってじゃ具体的には一体何やったのか。 というのが今日の話なんですけどね、えー。その具体的には何やったかっていうと、それはこのインドに言動するね、ストゥーバあーっていうのが、うん、あるんですけど、ストゥーバっていうのは、えー、地水か風空っというね、世界を5つに分けた、うん、その5層のものを表して、これに釈迦の骨を入れて象徴的な 仏教の崇拝という形で塔として建てていると。でこのストゥーバがソトーが外場のね、えー、言葉に変わったということですよね。でストゥーバーの言葉に変わってそれが、えー、こ,のこれ当時のね京都の当時の五重の塔なんですけどこの五重の塔っていうのもこのストゥーバー。 ね、地水火風空と5つの、ね、ものを表してここの中に物ャリが埋められている空海っていうのは五重塔をね当時に、えっと、中国からね80個の物ャリを持ち帰って、ね、その中に一つは金に光ったっていうけどその一部をこの五重塔の、ね、心柱の下に埋めたと。 言われてますからね、えー、だから、えー、その頃もう平安末期っていうか平安時代からそういう形ではこう、うん、遺骨信仰があったと、うん、いうことになりますよね。でこの遺骨信仰があ,あったがためにそれが全て、ねうん、この、えー、シャリの中あー、ね、こういうところに狐が住まうと、えー、それからですね これは江戸時代のね十返社一句の牧の川太鼓殿にあるんやけどこう狐がねえ骸骨を頭にますここには尿意宝珠を載せてる。だから全てねえこう狐が関係するうそういうねえ平安うんそれからあ鎌倉それから南北町それから室町っていうのはそういうこう えー、死への恐怖や、女神信仰に、良意宝珠、ぶっしゃりっていう狐が関係する、ね、えー、これは白子なんですけどね、白子が関係する信仰の一大ムーブメントがあったとね、ね、えー、考えてもらってる。だから前にお話したように、鎌倉仏教ね、浄土宗法然、えー、とか浄土真宗親鸞、親鸞なんか、浄土真宗なんかも最大ね、ね、えー、奥さん持ってますよね。で、えー、 自衆なんか一遍ね。これはその身分の高い人に関係なしに信者に引き入れた。男女も信者に引き入れたと。日蓮も元力を表したというような。仏教の一代今までの、なんと六衆とか平安の密教、天台、それから小屋さんのね、 新婚宗との密教とは違った、女性も救われる。一般の人が救われる。悪人をも救われるっていう一大ムーブメントがあったんですね。もともと仏教っていうのは女性はね、救われない存在だった。だから、そのためには女性が一度男性に生まれ変わらないと救われないっていうような考え方があった。そうじゃないよ。もう現世で救われるためにはどうしたらいいの ね、えー、いうために、こういう,う、集団のね、えー、仏教のムーブメントがあったと考えます。ね。で、その中で、まあ、浄土真宗は、最終的には、えー、オンリーエドって、この世では作られへんから、えー、ゴング浄土、浄土を求めて死んでいきましょうって言って、一個一気なんか、ね、えー、になってしもたんやけども、えー、仏教をね、利用したんですよね、仏教というかし、 そういう信心を利用したんですよね。えー、だから、一個一気っていうようなひどいね、えー、死に対して恐れへん一気を起こしさせた、ねえー。でも、まあ、それやなしに現世でね、えー、救われるために、それも女性も含めてね、ね、えー、身分の、ね、階層っていうか身,身分に上下なく全てのものが救われるのが、まあ、この、 鎌倉時代それから南北朝室町の一大ムーンメント。だからこの,その遺骨崇拝っていうのもね白河天皇の時からこの当時の仏捨りを請願してほしいっていう点それが鎌倉まで。 続きますけれども、えー、まあ、これののあっちの話でけど、五五天皇なんか、もういくつ、ー物ぶっりを取ってたかわからへんぐらい。ね。え、これが、尿意宝珠、厳選のもとであったから、ああ、ということですよね。で、えー、そういうね、えー、当時のムーブメントの中に、もちろん、信言立ち代りもあったり、えー、文もあったり。文なんかは、もう、画僧でもあり、えー教えー、その、 ね、学問僧でもあり、それで、えー、主言に立てた、えー、元力の僧でもありっていうね、非常にまあ当時としたら、もう、傑出した人物やったと思います。だからこそ、五代五天皇に徴用されたんやと思うんやけども、えー、それと、加納法集団、ね、え独、ー、老本尊なんかを伝える加納法集団が、全部ね、えー、一緒にされてしもたんですね、門間の死後に、その、小屋さんの、おね、えー、この、誘拐、 っていう、ねえー、学問層によってですね、えー、まあ高野山真言宗もその頃ある程度衰退の意図をたどってたんで、えー、多宗派を、ね、攻撃する多宗派っていうのをね、えー、高野山の真言宗が一番なんやっていうような形で多宗派攻撃にこの カノホー集団と立川信言集、それと門下なんかすべって結びつけられたということが、まあ、現在の、その、ね、研究から分かってきてる。だから、カノホー集団も、ね、信言立川流も、門下も全く別のものなんやけども、それをね、すべて一緒にされたのは、この当時のね、こういう死への恐怖、それから女神信仰、それから尿意宝珠、それの、 原物としてぶっしゃりっていうのがすべてね、えー、結びついて、えー、ムーンっントやったということ。それをね、わ、えー、かってもらって、えー、信号たち帰るような話。また次します。